ジャニーズ3人退場のキンプリ、船仮説の中で送られていた平野市用への誕生日プレゼント。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンス、ンプリ、の平野市二26、だが22日、グループを脱退し、所属のジャニーズ事務所を退場する。 5人のメンバーをめぐっては、不仲説が流れたが、それを嘲笑うかのように、平野は1月の誕生日にメンバーからプレゼントされたり、リーダーの岸優太27は、ペッパーミルのモノマネを炸裂させたりするなど、仲の良い雰囲気を見せていた。ついにその日が来た。平野、岸、神宮寺優太25が25日、金プリを脱退。 平野と神宮寺はジャニーズを同日、騎士は主演映画、G メン、8月25日公開のプロモーション後の今週、それぞれ退場する。長瀬恋、24、と高橋海人、24、は残留してグループを存続させる。金プリは昨年11月、3人の脱退退場が発表され芸能界に衝撃が走ったタップ。メンバーの船仮説も浮上。 脱退組と退場組で分かれて口をきかなくなったなどと週刊誌や SNS で指摘されていた。キンプリを知る芸能関係者はあまりにも不仲説が強調されているとしてメンバーの近況を明かした。5人は1月に東京、静岡などで12枚目のシングル、Life Goes On h e r r e Young のミュージックビデオ、CD ジャケットの撮影に参加した。 同曲は5人体制の最後のシングルとなった。都内の公園での撮影では遊具で遊び始めたリーダー、騎士の肩を平野さんらが揺するいたずらをしてゲラゲラと大笑いしていました前で関係者。昨年12月にはサッカー W 杯で森安ジャパンが快進撃を見せて日本中が盛り上がったが、その余韻がメンバーに残っていたのか。 静岡のスポーツ施設ではサッカーをして楽しんだ。1月29日は平野の26歳の誕生日があった。4人のメンバーが看破して平野さんはレザージャケットをプレゼントされました。聞くところによれば十数万円する一品、どう。3月には野球のワールドベースボールクラシック WBC でイジャパンがペッパーミルを流行らせた。 仕事の合間にリーダーがペッパーミルのモノマネを披露。それで滑って4人が白い目をした後、吹き出して笑うのが鉄板でした。どうグループ内で平野と長瀬の関係が難しくなったこともあったが、それが脱退、退場に繋がったわけではないという。 中田街ではないのにグループが分裂した理由はやはり5人が昨年11月に発表したように活動の方向性の違い。特に平野が慕っていたジャニー北川前社長と約束した海外進出への思いを強くした。岸も同調、神宮寺も追随した。平野さんは例えば渡米する。 時4人の気持ちが詰まったレザージャケットを着るのではないかと言われていますどう ?5 人の姿をジャニー氏はどう思うか東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。